見合いは、結婚を希望する人同士が、第三者の仲介によって対面する慣習であり、世界各国にある習慣である。愛新閣羅不潔と、佐賀広氏の結婚式第三者は、世話人、仲人と呼ばれている。近年では、結婚相談所や、結婚情報サイト等、結婚情報サービス提供業者の出現により、結婚を希望する男女が、 お互いの個人情報を世話人を介さずに直接紹介できるようになったが、このようなサービス提供業者の仲介により、男女が初めて対面することも見合いと呼ばれることがある。多数の男女が一堂に会して結婚相手となり得る相手を探すことを目的とするパーティーを集団見合いと呼ぶことがある。これについてはカップリングパーティーを参照。 結婚相談所の見合いはよりカジュアルで、ホテルのロビーや相談所の事務所、場合によっては、ファミリーレストランで行われることすらある。当人任せではなかなか成婚に至らないためか、近年では成婚まで仲介サービスを提供する、結婚情報サービス会社が出現している。見合いでは、世話人と呼ばれる、第三者が人たちの間に入り、おおむね次のようなプロセスで仲介を行う。 見合いを希望する人は、まず自分の釣り書きと呼ばれる写真付きのプロフィールを作成して、世話人に託する。世話人が男女をよく知る人物の場合は釣り書きを省いて頼む。世話人は自分が預かっている釣り書きの中から、あるいは別の世話人と釣り書きを交換するなどして、釣り合いの取れそうな相手を見つける。適切と思われる相手が見つかったら、世話人は、 相手の釣り書きを双方に提示する。世話人が、お互いをよく知る人物の場合は、人品骨柄はよくわかっているので釣り書きに相当する。紹介文を世話人が書く場合もある。双方が会うことを希望したら、世話人立ち合いのもとで実際に対面させる。会場は世話人の家、ホテルのレストランの個室、料亭などプライベートな空間が確保できる場所を選ぶ。 父母が立ち会う場合は、両家の人数に差をつけないようにする。この時、世話人に会場費などの手数料を支払う。この費用は、お互いの家で折半する。後日、双方が再度会いたいという意思表示をした場合に、交際に入る。また、に3度程度交際した後に、交際を継続するかどうか判断してもよい。結婚が成立した場合は、 世話人に謝礼を行う。プロの世話人でない場合は成婚に至らなくても今後も世話の継続を頼むために金銭である必要はないが、多少の例礼は礼儀として必要である。世話人は、親類縁者、近所の人、知人、友人、職場の先輩、仕事の取引先など、結婚希望の男女と日常何らかの関わりがある、人物がなる場合がある。この場合、 男女の対面実現にあたっては、対面に要した飲食費や世話人の交通費など、実費相当額にあたる費用に加え、多少の礼金を包むのが通例である。野球、クリケットの守備において、飛球の落下点を挟んで複数の野手が、互いに相手が取るものと思い込んで補給せずに譲り合い、その中間点に、ボールが落ちる様を俗に、お見合いという。単に、見合う。 という意味のみならず、上記にある、実際の見合いの対面の場において、双方がなかなか言葉を発せずに見合っている様から、野手間の連携、コミュニケーション不足を揶揄した表現でもある。バレーボール、サッカー、アメリカンフットボールにおいてもしばしば使われる。ありがとうございます。